どうもこんにちは、ゆうげんでございます。今回もよろしくお願いいたしますということで、前回、1週目が終わりまして、今回から2週目のプレイということになりますね。で、タイトルの方もいろいろ迷ったんですけれども、一旦パートの方も区切って今回から2週目の第1回目ということにしたいと思いますのでね、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ音も止まったところで、もうね PS2 の調子がすごく悪くて、ちゃんと動くかどうか不安ですけれども、じゃあ2周目のね、選択をしていくわけですね、さてで、始める前にまあいくつか一応言っておきたいことがあるんですけれども、まあ、これからねまあいろんなねキャラクター人物のまあ、恋愛というかね、その絞って攻略をしていくわけですけれども、まあ、一応言っておきますが、その攻略ルートの順番というのは、まあ、キャラクターのね、優先度とは関係ないので、そこのところはぜひご了承ください。あとですね、あまり時間がね、まあ、全員の攻略とかそういうことになるとすごく時間がかかると思いますので、あまり時間がかかりそうな場合は、まあ、カットを増やしたりすることもあるかもしれません。ちょっと編集上ね、早く、進めたりすることもあるかもしれませんので、そこも合わせてね、ご了承ください。BGM も止まっちゃったけれども。それとですね、2週目はまあ、恋愛ルートということで、その、選択肢が大事になってくると思いますが、まあ、かといってですね、ゲームしたくないというか、その、まあ、完璧すぎる攻略には囚われずに、楽しくやっていきたいと思いますので、そこも合わせて、ご了承いただければと思います。さあそこでですね、あ、人物情報も見られるんだ、まあ、ちょっとメモ見ながら。そこでですね、じゃあ2週目は、あ、はあはあはあ、こういうところにメモにヒントがたくさん隠されているんですね。ほんほんほん。で、私が今回誰を狙いたいかということなんですが、まあ、何股もできるっていうのもね、まあ、ゲームプレイ的にはね、いい技術なのかもしれませんね。まあ、それもね、また慣れてきたらやっていきたいんですけれども、まあ、前のね、一周目のパートからずっと気になっていた方といえば、やはり、義経さんだよね。義経さん狙いで行ってみたいと思います。春の新生園で現状大将としての仕事をしている。絆が低いと仕事を見せてもらえない。今日、春の今日で九郎さんに投稿してもらうには、宇治川で一緒に戦うか、最初に腹立ちを見せること。あ、そうそう、気になるのが、あ、後で見よう。あ、だから、新生園か、春にやっぱり九郎さんとのイベントが起きるみたいですね。宇治川に一緒に戦うか、最初に腹立ちを見せること。そうそうそう。運命上書きシステムと言うんですけど、人物情報。技のレベルとかって、あ、引き継ぎだ。リセットじゃないんですね。はいはいはい。引き継がれるわけですね。多分。そうだよね。だから事前に舞とか腹立ちとか覚えておくと、その最初、クロさんとのイベントが起きるよっていうことでしょうね。まあ一周目でね、舞も腹立ちも覚えてあるので、まあ、そこのところは大丈夫なのかなと思いますが、じゃあ、一周目、じゃないや、二周目は一章から行ってみようか。宇治川の戦い。まあ、ちょっとね、二周目自体が初見というか初めてなのでね、まあ、初めから見てちょっと、どんな感じで変わっていくのかっていうのもね、楽しみにしながらやっていきたいと思います。それでは、行きましょう。よろしくお願いします。はい、OK。さあ、内側麒麟に舞う。惑う。懐かしいですね。ここは宇治川なのということで、戻ってきました。戻ってきたという言い方はいいのかな。さあ、どんな感じで変わっていくか、ドキドキすんな。はいはい、出てくるね。出てくるね。おう、白龍くん。ああ、幼い白龍くん。ああ、髪の毛綺麗ですね、やっぱり。さく、白龍。そうだ、あの時、怨霊に囲まれて。これさ、前回は、こっちだっけ？どうしたらいいのって言ったところで、もしかしたら、クロさんが助けに来るのかな。これなのに、どうしたらいいの。
まあ、ムキムキなんですけどね今ユゲコ。わあ。怨霊よ、お前の相手は私でしょう。あなたお逃げなさい。ここは私が。逃げるなんてそんなこと言われても。あ。あれ前もさっきの選択肢同じだったっけ。まあでも何かこれあれだよね、サクさんはサクさんでルートがあるのでこれ行こう。あなたを置いて逃げられないよ。あなたは怖くはないの、うん、2周目だから。私だって怖いよ。だからこそこんなところに女の子を一人残してなんていけないと。行こう一緒に。はいはい、親密度も上げながらね、適宜上げていこう。あ、でもそうか、絆自体も上書きなんだよね。何周もしてても絆も持ち越しなんでしょう。静かに静かに、今朝だから朝プレイだから。あれは怨霊。さあ大丈夫、私もまだ戦えるわ。ちょっとあれ、こんな感じだったっけ。あなたのことは私が守るから。ちょっといい、一周目のね、あなたに記憶も力を失いつつあるから、ね、まあ適当に殴りましょう。ボンボンボン、やった、倒したよ。ああ、もう分かってんだ。黒さん出てこないけど。あなたはまさか。いいえ、きっとそうなのね。楽しいねこれ。ああ、上京してからの2周目プレイってすごい楽しいな。そう、私は白龍の巫女、私はあの怨霊を封じたい。めぐれ天の声、響け地の声。二人はかのものを封ぜよ。ミコ、すごい。封じたね。うん、封じた封じた。封印の力、怨霊を封じる力、業から解き放つ浄化の力。あなたは白龍のミコなの。私の対なの。ああ、こっちが教える立場になるんだ。なるほどね。うん、そうだよ、私白龍に力を借りてる巫女なんだって。よかった、きっとそうだと思ったわ。ああ、もうこの時点で運命は上書きされつつあるっていうことか。私はサク、うん、梶原サクというの。あなたの対、黒龍の巫女よ。自己紹介っていうのも不思議な感じだけど。ああ、ああ、こう微妙な、なんだこれ。微妙なこの違い。うん。あえてルートで行こうか。うん、はじめましてとは言わずに、なんか、私も知ってるよみたいな。私は語る変なユゲコ、よろしくね。素敵な名ね。うん、優しい響きだわ。あ、そうか。素敵か、ユゲコ。私本当はここに来るのは嫌だったの。なんで。私は怨霊と対話することができても。ああ、そうだ、そうだ、封じることはできない。うん、そうでしたね。鎌倉殿は怨霊を鎮めよと命じられたけど、その力も足りなくて、怨霊の声ばかりが響いて、私には何もできなくて。あなたが来てくれて本当に良かったわ。まずい、サクさんルートもいいなと思うようになってきたぞ。サク、怨霊はまだきっといるよ。サク、白龍、ここは危ないから戻ろう。他の人と合流した方がいいよ。そうね、橋姫神社に向かいましょう。あそこまで戻れば陣まですぐにつけるもの、うん、そう。あれ、クロさんと宇治川で会えるんじゃないの。あれ、なんか間違えた。
あ、そうか、今冬か。最初に腹立ちを見せること。あ、だからそうか、多分大丈夫というか、またか。何ですか。橋に姫神社に行かなきゃいけないのに。簡単には通してもらえないのね。でもこれだけならさっきだって大丈夫だったんだから。そうそう、ミコ、向こうに、あっちにもいる。あ、そうか、ミスターゆずるくんか。15、6体は倒せると思うんだけどな、今の力で。ダメだ、ここを逃げなきゃ。1体でも倒して隙を作ろう。一点突破だ。守りの薄いところから湯気子。あっ、先輩来た。ズバシュ、2回目。ゆずるくん、あ、前から思ってたんですけど、ゆずるくんのこの時の格好ってなんかセーラー服に見えるんだよね。平気です、このぐらい大したことありません。先輩は大丈夫ですか。怪我はありませんね。大丈夫、もうダメに近い。あれ、前回どれだっけ。これだっけ。ちょっと甘やかしプレイでいこう。ごめんごめんね、痛かったよね。平気ですよ、そんな顔しないでください。ああ、1周目の選択肢も覚えておくべきやったな。先輩が怪我してなければいいんです。本当に俺結構頑丈ですから。うん、そら知ってる、防御高いもんね。お、あった。あ、星の数も違うのか。そんなことを話してる場合じゃなかった。1個と2個の時が。先輩、俺の後ろにいてください。俺が奴らを引きつけますから、その間に逃げて。ダメだよ、ゆずるくんこそ怪我してるんだもん。そうか、ゆずるくんも同じ過去に来た人間ではあるけれども、そうか、自由に移動はできないということなんだよね。そりゃそうだ、この音量は私が何とかする。そう、本気で言ってるんですか。本気も本気よ。ミコ、八葉の力はあなたの剣と盾、一緒に戦った方がいい。うむ、絆があなたと八葉を強くするから。そういうことでしょう。これからね、絆を上げていくプレイになっていきますから、ね、気をつけてください。そういや、二人技も見たいっていうコメントがありましたね。じゃあちょっとこれだよね、龍神砲が二人技ですよね。これをゆっくり見てみようか。私の声を聞いて。これのことですかね、二人技って。どんな敵が相手でもミコなら勝てるって分かってたよ。じゃーん、あ、絆がすごい深まるんだ。絆じゃないや、好感度だっけ。これ倒せたのか。一撃でしたね。何だったんだ今のは。龍神砲に驚いた方がいいんじゃないかな、それ。すごい術が出たけど。魔法ってはずもないよな。有川譲る、あなたの玉を宿す八葉の力だよ。もしかしてこれか。ちなみに最近うちの近所、カラスがなんか出るようになって、うん、首に白い石がついてる。痛くない。痛いでしょ。痛いでしょ。ちょっと待って、面白いから話を見よう。痛みはありません。何かついているのが妙な感覚ですが、このぐらいは別に。他に驚くことが多すぎますから。そう、ちょっと最近ね、カラスが周辺に大量に、
住み着いてんのかな、なんか泣くんですよね。ここはどこなんでしょう。音が入ってきちゃうので、あの窓を閉め切ってね、放送するようになった、放送じゃない、ゲームやるようになった、実況するようになったんですけれども、まあ暑くてたまらないというね今。宇治川らしいよ。宇治川、京都のですか。そう、イエス、京都。ゆずる、ここは京だよ。何言ってるのみたいな 顔するよね、迫力。時の狭間に落ちて狭間から抜けてきた、ここは時だけでなく、場所だけでなく、巫女の時空と違う今日。これがまた難しいんですよ。ちょっと待ってくれ、時空ってなんだ、京都でもないのか。そう、うん、だけど国内なんだよな、宇治川っていうくらいだし。まあ国内というと難しいですよね。まあ平安この頃になるとちょっとずつ変わってきますけど、今日も宇治川だよ、ね、それこそ西日本に住んでる人と東日本に住んでる人、あるいは東北に住んでる人、全然当時は違いますからね。言葉も違うし文化も違ういますからね。なんだよ、だから本当に武士で言えば平安時代まではその東東国の武士と左翼の武士で随分生活習慣から違ったみたいで、あの鎌倉時代になって、うん、要するに鎌倉の御家人がその論功交渉でその西国の領地の地頭としてね行くんですけれども、ちょっと待って落ち着いて行くんですけども、結構その西国のね土着の人たちとの間のそれこそ絆がね全然馴染めないで困ったみたいですね当初。でもまあ鎌倉時代になって、うん、要するに御家人がどんどん西に行って、まあ根血じゃないけど、まあ文化生活習慣が交わって、まあ均一化されていくっていうね、まあそういう歴史があるんですけれど。そうですね。きっと大丈夫です。だからまだまだね、この時代っていうのは日本人、同じ日本人ではあるけれどもかなり違うんですよ、ね。俺たちがいた世界じゃないってことは、住んでる地域で。うすうす気づいていたんです。鎧を着た怨霊に。電信柱もない空、車も電車の音も聞こえない、服もこんな和服になってましたしねこれ和服と言っていいのかっていうツッコミ2回目かもしれないけどね、困るな。それはもしかしたらちょっと、まあ、今早速雑談交えちゃってますけど、2週目って全く同じところはちょっとざっくりやらせていただこうと思います。物騒な場所のようですからね。そう、急道具だったね、ゆずる君。はい、増えた。さて、増えたのはいいんですけれども大丈夫なのかな。一旦肝心の黒さんがなかなか出てこないけど、ここではないのかな。源氏の人たちと合流できそうね。うん、源氏、あ、ここで合流するのか。大丈夫なのか。そこの者、何をしている。クロウさん、来たよ。ユゲコが来たよ。クロウさんを狙いに。そこの者、どこを見ている。お前たちに決まっているだろうもう相変わらずこの天然ユゲコがいいんだよね。クロウ殿、影時の妹子か。霧の中で迷ったのか。その者たちは。私はカタルヘナ・ユゲコです。ユゲコと呼んでください。こんな戦場を出歩いていたのか。木曽の女兵ではなさそうだが、まあ、ああ結局木曽の女兵出てきませんでしたね。残念、見たかったんだけど。作殿、霧が出ているし女人の足で強行軍は辛いかもしれない。だがタイから離れられては迷惑だ。はい、命を落としてもおかしくない子供の遊びではないんだまあね、このセリフついね、おかしく見ちゃいますけど、あるはずみな行動は差し控えてもらいたいはい、すいません、もう打撃で倒せますけどね、敵は。申し訳ありません。あの、ちょっと待ってください。あ、これはなんか関わるな、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 関わるな何回言ってるんだ。あ、どうしようかな。前はこれだっけ、理由を聞かずに怒らないでって言ったんだよね。
これ何でもいいのかな。ちょっと音話に行ってみる。はぐれたのは問題かもしれないんですけど、音量に囲まれて動けなかったんです。平家が放った音量か。そう。お、やった。ちょい上がった。だが、その音量はどうしたんだ。倒しました。作殿、あなたが巫女の力で消し去ったというのか。いいえ、私ではありません。この子の力です。イエス。こいつがやった。そうです。打撃で。クロ。あ、弁慶さん。その辺にしてはいかがですか。無事に見つかったんだからもういいでしょう。すみません、作殿。本当は心配していただけなんですよ。ん？地震だ。本当に良かった。実況中に地震は初めてだ。君に何かあったら僕たち影時に合わせる顔がありません。震度でも1か2ってとこでしょ、大丈夫大丈夫。そちらの可愛らしいお嬢さんは、またこれ天然らしいのね、キョロキョロしてみようか。え、誰のことってでしたね。あ、そうです。え、は、はい。申し遅れました。軽く口説かれちゃった。僕は武蔵坊弁慶と言います。はい。ここでお会いしたのもきっと何かのご縁ですね。うん、そう、ここで会ったのも何かのご縁でしょうねって出だしで女性に言うと、女性は引くんだろうか喜んでくれるんだろうかっていつも思うよ。行ってみたいもんだけど。それでこちらの仏頂面の方が。名なら自分で名乗る。九郎だ。源の九郎義経。なんだって、源の義経。そうなんですよ。え、どうしたのゆずる君。どうしたのってことはないでしょう。源の義経ですよ。そうなんだよね。牛若丸ですよ。牛若丸。鎌倉幕府の源の頼朝の弟です。そうそうそう。兄上を、鎌倉殿を呼び捨てるな。お前たち確かにウルトラブレーだよね。確かに。あ、私たち怪しいものじゃないんです。違う世界から来たばっかりでちょっと気が動転してて、もう十分怪しいね、それ。その言い方違う。なんだって、一体何を言っているんだお前は。だってね、この時代にね、違う世界から来たなんて言ったらもう魔性の類でもう疑われるのはしょうがないもんね。そうか、この石の意味は。そう、あなたたちみんな八王なんです。君は竜神の巫女ではありませんか。そうです。作殿が黒竜の巫女ならば、君は白竜の巫女なのでは。作は黒竜の巫女、私は白竜の巫女、二人合わせて、違うと思うんですけど。なんでなんでここでこれ。はっきりしよう。はい。はっきりプレイにしよう。はい、私が白竜の巫女です。巫女。お、すごい上がった。うん。あ、やっぱ星の数、関係ありますね。そうだよ。星が出ればいいってわけじゃないんだ。3つ出していきなよっていうことか。九郎殿、弁慶殿、この子は白竜の巫女です。ここに至るまでに音量を封じる力も発言しています。白竜の巫女以外の誰が封印を成し得ましょうか。今日を守るという竜神と巫女の話は。あ、でこのイベントで、ただの解き話じゃないのか。違うよ、義経さんが仲間に加わってくれるかどうかって話か。大体今はそれどころじゃない。あれ、悪いがこの話は後回しだ。この宇治川を制することが今日を手に入れられるかどうかの分かれ目になる。そう、宇治川の先陣争い、前も言ったか。九郎義経、木曽義仲との戦か。そう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 。いずる君詳しいんだね。かっこ笑い。このくらいは別に大したことありません。よし、2周目もゆずる君と歴史知識対決をしていこう。宇治川の戦場を知ってる。ほぼ決着はついたんだがな。うん。平家が音量を使ってちょっかいを出してきているんだ。ああ。木曽が去る機会を狙って今日を取り返そうという魂胆だろう。でも逆に言うと、木曽義仲も平家の音量集団に打ち勝ったのかな。それともまだ音量を出す前なのか。いずれにしろここは安全じゃない。お前たちはもっと後方に下がっていろ。
ね、平家も初めから怨霊使いだったわけじゃないのかもしれない。俺は平家の陣を攻める。平家の陣を攻めるなら私も行った方がいい。これだこれだ、うん、これだ。私も九郎さんと一緒に行きます。何を言ってるんだ、まさか本気じゃないだろうな。本気です。あなたよりね、パラメータのレベル高いから大丈夫。お、1上がった。あれ2番目の方が良かったのか。先輩、無茶言わないでください。これは戦争なんです。戦争です。バトル、キャンペーン。分かっていませんよ。キャンペーン、素人の剣が通用すると思ってるんですか。ごめんゆずるくん、腹立ちレベル2なんだ。俺は反対です。そんな危険なことは。剣は習ったんだよ。今ならもう戦える。先輩、そうそうなんだ。ひずるくん、心配してくれてありがとう。でも大丈夫だよ。わかりました、うん、それなら俺も行きます。それは構いませんね。そう、ひずるくんね、金色のコルダになんかひずるくんみたいな人いたけど、またタイムリープしたの。そっちに時空を飛んだのかな。バカなこと言うな、やめておけ。敵は雑魚ばかりじゃない。お前たちを守りきれるかどうかわからない。大丈夫、私が義経さんを守る。お前がたとえ白龍の巫女とやらだったとしても。けれど九郎、平家は怨霊を連れている。彼女たちの助力はありがたいのではありませんか。怨霊を鎮める黒龍の巫女と封じる白龍の巫女の二人の力は。だが九郎さん、私頑張ります。足手まといにはなりませんから。仕方ないな。お前たちだけで陣に戻れというのも危険だろう。わかった、ついてくるといい。おい、スキップしちゃった。だが俺のそばから離れるなよ、うん、今後最後まで離れません。平家の陣は宇治神神社だ。あ、ごめんごめん。行くぞ。おお、宇治神神社だ。やった、新しいとこだ。ふんふんふん。OK, OK。さあ、これで、また全然一周目と状況が変わってきましたね。うん。エンジンも一応ね。あ、まあ、エンジンはまた後で整理します。さあ、ということで、かなりキリがいいところに来ましたね。じゃあ、今回はこの辺にしましょう。よし、内側に。絶対ここでなんかある。絶対この中洲でなんかある。よし。じゃあ、そういうわけで、うん、これは面白いですね。なるほどね。やっぱ、1周目がまだまだ序章に過ぎなくて、2周目以降からが勝負だよ、あるいは楽しいんだよっていうコメントたくさんいただきましたけど、その通りですね。すごいワクワクしますね。さあ、じゃあ、クロさんを仲間にしたところで、今回はこれで終わりにしたいと思います。うん、セーブしたよね。ちょっともう 2回セーブしよう。私いつもね、2回以上セーブするんでね、怖いから。はい、ではこの辺にしたいと思います。さあ、またね、これから皆さんと一緒に長い旅が始まることになると思いますが、またね、ご視聴コメントたくさんしていただけますととても嬉しいです。ということで、今回はこれで失礼いたします。